悪い悪い、旅人じゃわからねえよな。ワインが湧いてるなんてよ。随分豊かなんだな、リオールの町は。ワインで噴水なんて。ああ、それもこれも。おっといけねえ。地上に生きる神の子らよ、祈り信ぜよ、さらば救われん。太陽神でとは何じらの足元を照らす。なんだこりゃ、宗教放送。俺にとっちゃあんたらの方がなんだこりゃなんだがね。私はレトの代理人にして何じらが父。あんたら大道芸人かなんかかい。あのな、おっちゃん、俺たちのどこが芸人じゃないんなら、なんでまたこんなところまで。うん、ちょっと探し物をね。で、何なのこの放送。コーネロ様だ。いや、だから誰。てめえ、太陽神レトの代理人を知らんのか。だから誰。コーネロ様さ、奇跡の技をお持ちなんだ。砂漠の中で見捨てられたこの町がこんなに豊かになったのもあの方のおかげさ。本当にすごいお方だよ。ああ、本当に奇跡だよ、あの方の見業は。宗教には興味ないし。行くか、アル。あ、うん。困るな、お客さん。だいたいそんな格好でいるから、こんなことに。悪い悪い、すぐ直すから。直すって。ごめんなさい兄さん、僕がやるよ。うん。なんだそりゃ。錬水人さ。よし、じゃあ行きまーす。レトの代理人である私の愛は。おお、こいつは驚いた。あんたも奇跡の技が使えるのかい。なんだいそりゃ。僕たち錬金術師なんです。エルリック兄弟って、いや結構名が通ってんだけどね。錬金術師、奇跡の見業じゃねえのか。錬金術師なんてこの辺りじゃ聞かねえな。鋼の錬金術師エドワード・エルリック。イーストシティあたりじゃ有名よ、噂の天才錬金術師ってね。へー、すんげー。なるほど、こんな鎧着てるから二つ目が鋼なのか。そんなに有名なのかい。僕じゃなくて。あっちの小さいの。